これは30分間しました。ビーチに行きます、三浦桃子瞬間期。木原が行きたい、これは大ビ一発で、ここは三浦の上がり、リーチ一発チートイツ1400点の上がり、はい、おっとこれは三浦の上がり、相打ちもリーチに行ったんですが深い、もう出ます、これはこれは三浦の上がり、ピーフ1500、そして1本バナナで1500は1800の上がり、そしてうわっ当たり、大幅の当たり、白赤赤ドラ8000点の2本馬8600点の上がり、木原から結構相打つの上がりがいなくなりました。先輩先輩、あおっと大浜の手から数層が放たれた相打つの上がり、4600点差で2着3万4700点、自分が上がる、あこれはあやっぱり木原だ、大浜の上がり、ドブリードラーか8000点の上がり、はい、最後山2枚、うわー積もった、タイヤを積もドラ1、裏はどうだ、乗らず、補充だこれ、タイヤをピンフ、両ペイコー赤、ハネマンの上がりを決めました、相打ち。そうですね、今の直撃は相当な決定打みたいな感じですけど、先切れするかどうか、ハンローピン転売、タイヤをイペイコードラドラ、おあみんなテンパった瞬間にローピン短期で上がりました、タイヤをイペイコードラドラ8000点の上がり、うわ嘘、はい、積もりました、大幅な上がり、リーチ積もドラ裏2004000は一本馬2104100の上がり、あと山さん一発だもん、いやいやこれすごいですリーチ一発も3本もつきました、漫画2004000の上がり、ただ来ますよ、無視ですよねこんな、あ木原から一発で出た、そうですね無視なんでね、リーチ一発、リーチ一発赤裏裏8000で、キハしんどいしんどい、これでキハラが脱落です、脱落です、さすがに相打ちなんで、さすがにそれはないです、それはないんでこの曲で終わり、はい、1曲勝負で三浦対大浜です、ほぼあまあ曲も降りるでしょう、大浜転売しないです、大浜転売できず、あら三浦と相打ちのウィニングロードでしたけれども、振り返っていかがだったでしょうか、そうですね、なんかリャンペコですかね、うん、うん、決めて、そうね、結構な決め手に2ピン入ったのが良かったね、あれ4枚目のね、そうですね、あれはだいぶ上がれそうだよね、そうなんですよね、まあもう普通だったらちょっと E ピン先に切りたいんですけど、ちょっとスピンがね、ねないからまあ3枚見ちゃってタリアンピンやむなしみたいな、そうですね、はい、では見てる皆様に一言メッセージをお願いいたします、はい、まあ今日予選なので、またね次、本戦じゃなかった、あ、そうですね、そうですね、128なんで次 64?、はいはいはい、次64なんで、また皆さんオフ接しによろしくお願いしますそうだ、ね、自分が頑張るとかじゃないで、私来週そのクラシックベスト16王のところで今ちょっと乗ってるなっていう感じで、珍しいんで、本当にすいません、いいんじゃない、優勝したらいいんじゃない、どっちも、うんうんうん、そろそろね、なんか突然たまにはぷわーって活躍して一気にいったら、たまには勝ちたいですね、なんかあるじゃん、はい、波がね、やっぱそうですね